ハンドルネームまさきちさんです。おめでとうございます。ポラは初めてじゃない？さっきね、誰かのメールにね、まだですか？あ、そうなんだ、ごめんなさい。ママ、まとめて送ります。メールに書いてあった。今週まとめて送ります、すいません。よろしく。揚げたニンニク、はい、今日スタジオの冷蔵庫開けたら入ってます。入ってたね。あれ多分誰かの飲み会の残りだね。あ、それでじゃあ住所、住所を、ね、送ってください、はい、お願いします。ディカプリオはどこ行ったんですか？はいはい、ここ、はい、そろそろ番組終了時間です。相談以外にいただいたメールをご紹介いたします。相談以外にいただいたメールプリンを紹介します。あ、はい。開けてるよ。え、じゃあ一通だけ来たんで、うん、はいはい、読みます。はい、ペンネーム書いてないんですけど、ソーセンさんです。なんで分かったの？名前でなんか分かります。なんかこの書き方とか。あ、そう。ネナさん、リナさん、シーバーさん、そして双子の妹さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。誰だ。女子彼女テーマソング決定おめでとうございます。マジでいい曲。80年代ネオアコ風な感じが予告編でちょっと流れただけでも名曲だということが分かりますよ。早く1曲まるまる聴きたいにゃ。先日の HMV ではまだおじさん声だったんで風の具合はいかがですか？無理せず頑張ってください。うん、ではです。ありがとうございます。ありがとうございます。いいよね、恋のセオリー。恋のセオリーめっちゃいい曲だよ。迷い込んだら覚悟して甘い音色。あ、そこに流れてる。違うの、これ作るやつなんですよ、千葉さん。そうだよ、知って知ってる。知ってた、知って。え、そうそう。食べれるもの？もちろん。作ろうよ、ちょっと。そうそう、牛乳とか混ぜんじゃないの？しかも冷蔵庫入れないといけないの。本当だ、冷やしよう。来週ちょっと30分早くして作ればいいんだよ。で、来週食べながらやればいいんじゃない？だから次週お楽しみにみたいな。うん、あー、すごいね。私ね、みんながあの双子の妹のことをすごいね気にしてるから、それちょっと教えてあげてよ。レナ、双子の妹、妹からも本当の妹からも、うん、なんか不思議がられて、お前私は双子ちゃうしみたいなメールが来て、ね、そも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 何人兄弟なの？3人姉妹です。そう、3人姉妹なんだね。のお姉ちゃん、私、レナ、うん、妹の英気ほう、英気ほう、英気ほう、はい、の3人なんだね。そう、姉妹はね。で、うん、それとは別に宇宙船かなんか、宇宙人この中に入ってるんだ。あ、そうそう、この中にチャックあるでしょ。ちょっと今日開いてる。やめやだ、やめなさい。やめなさい。あげてあげて、誰か開けてるのはいいんだけど、これ見たらやばいでしょ。恥ずかしい。わかんない、見せないから。で、その中に入ってる子を、そう、開けた子が双子の妹って呼んでる。この中にいるの。出てきたらうわってうわって。それと私にもいるやん。あ、まあね。いるいる。で、そのモアンの子が髪が黒くなったり、髪もの毛切ったり、昔、今二人とも黒くない？二人とも黒い。で、モームス受けてたり、そうそうそう、声から出てたりしてた。そういうことです。なるほど。うん、分かったかな、みんな。分かったかな。リサ子は？兄弟は？え、双子の。リサは？あの、うん。え、実際はもっとなんかうまい具合いい、なんかなんか見える。実際はさ、一人だよ。なんでそう悲しい感じ言う。いやいや、そこを分けとくとみんな理解ができるのかな。双子なんて双子でいるわけないじゃん。双子だったこれがね、二人いたら相当うざいよね。そうそう、いいんじゃない、楽しいんじゃない。すごいよね。しかも名前だいぶ違うんですよ。しましい娘みたいな感じね。何が普通、レナと、うん、あレ、レ、レ、レナと、うん、リンとか。わからん。レナとリナみたいな名前するけど、レナとムーンみたいな。あ、まあね、その中に入ってる人はね、ここら辺からちょっと出てくるとね、もみあげら辺は。やめなさい、やめなさい、やめなさい。自分で言ったなんて言った今。なんて言ったの？ NG ワードだったね。まあ、ダメだよ。はい、ほら、そういうことですよ。どうすんの、はい、ああ、時間になっちゃった。今週のお知らせしよう。はい、3月13日 AG、はい、エアー G だこれ。そうです、エアー G の夕方の番組に生放送、うん、生出演、はい、札幌ですね、いよいよ、うん、やった。3月14日、うん、札幌でインストア2本、はい。あのね、高田さん来てくれるらしいよ。いやー、嬉しい。高田さんも普段は札幌に住んでるじゃない。あ、そうですよね。で、近いんだって。あ、超嬉しい。行くでーってメール来た。はい、
3月19日ファブでライブ決定、はい、アダルトのおしゃれイベント、はい、3月15日25日25日ね、渋谷エイジアで無料招待ライブ、みんな申し込んだかな、まだメンズは来てないみたいですよ。どういうこと、メンズ、なんか女の子には返事来てるけど、うん、男の人にはメール来てないみたい。なんで、本当嘘だ、うん、私女の子だから来ましたもん。なんもう男の子何人でリサーチしたの、わかんない、すげえ来てんじゃない結構みんな。スペシャルダックス再配信、はい、来てないか、うん、もう間もなく、あ、そっか、そういうことじゃない、うん、そっか、うん、3月28日デセオでオールナイトイベント、はい、3月29日渋谷原宿、うん、KDDI に出演。それと1個急遽決まったのが1本ありますね。3月15日、ああそうだ、はい、それ初代ドアーズ、はい、初代ドアーズ、なんかねフィームさんのとこも急遽決まったんだって、やろうって。だからフィームのなんかメンバー1人出れないんだって、急遽決まって、なんかほうん、それでどうするの、みんな知らなかったで、何を、この前フィーマーさんたち知らなかった、何を、15日の、いや違うのよ、昨日ねフィーマーのマネージャーから電話かかってきて、なん、そうそうなんかトラックの時になんかうちのファンのね男の子たちがなんかバニビの2人が15日出るかもって言ってたけどさ、千葉さんこれ決定でいいのって電話かかってきて、うん、あー出してくださいよっていう話、ね、やるんだったら急遽ね決まったんで、やることがそもそもイベント自体が、なるほど、はい、なので場所は愛して、うん、愛してね、愛してが初台ドアーズ、ファミマもあるし牛角もあるよ、初台ね、うん、どこら辺、うん、オペラシティ、オペラシティがあるわですね、あーなんで2人は札幌から急遽ピューって帰ってきて翌日初台ですから、何時集合ですか、お忙しいですね、まだわかんないそ, そう、もうバグ終わってから行ってないの、はい、はい、来週、次回の放送は3月17日、はい、20時半から、はい、次回のお題は、はい、出身地の名産物紹介です、はい、2人は札幌の美味しかったものを皆さんに紹介しないといけない、だってさ、あれじゃないですか、ご飯とか食べれないんでしょ、食べる札幌で大丈夫、長谷川さんが来るから、長谷川さんがいるから、長谷川さんお願いしといて、なんか今日パフュームのブログを読んでて、パフュームもタワレコ札幌でイベントしたみたいな、だいぶ前を読んでて、ジンギスカン食べました、うん、スープカレー食べました、うん、食べたい、カレー食べたい、長谷川さんスープカレー食べたい、カレー食べたい、どうしてもカレーがいい、じゃあスープカレーで、スープカレーでお願いしましょう、長谷川さんよろしくお願いします、お願いします、はい、それでは皆さん、はい、次週またお会いいたしましょう、はい、さよなら、はい、バイバイ。